スイングに必要な関節は9個あります。右股関節に体重を乗せている。左側の関節は一直線であるが、これに対して右膝の関節の強い曲がりが観察される。関節の状態を維持しながら上方に移動している。右股関節の曲がりが強いということは、体の柔軟性を証明している。全体骨格の動きに対して、肩、両腕で作られるスモール Y をオーバーラップしてみましょう。すべてのスイングポジションにおいて、腕の三角形が保たれています。トレースしたイラストレーションを時間的推移で見てみましょう。スモール Y の三角形が保たれているのがお分かりになるでしょう。ご視聴いただきありがとうございました。